ホムベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州シュバルムエーダー軍に属する小都市であり、同軍の軍庁所在地である。ホムベルク、エフツェ、ホムベルクアンデアエフツェとも表記される。この町の名前は、市の高台にあたる、円錐系の玄武岩の山上に立つホーエンブルク城に由来する。この町の3 0トル圏内に約30万人が住んでいる。ホムベルクは、 三条期に形成された盆地である西ヘッセン盆地特有ニュル山地との移行領域に位置する。市内には数多くの丘陵があるが、その大部分が玄武岩の地盤からなる。クニュル山地から下るエフツェ川がホムベルクを貫いて流れている。この川はシュバルム川、エーダー川を経由して古ダ川に注ぐ。この町の周辺からはわずかながら活断が産出される。ホムベルクは、 北は、バーベルン、フェルスベルク及びマールスフェルト、東は、クニュルバルト、南は、シュバルツェンボルン、西はフリーレンドルフ及び、ボルケント境を接する。ホムベルクは、同盟の中核区のほか、以下の区からなる。ヘッセン州の地域再編に伴って、まず1971年2月1日に、リッカースハウゼン、ホルツハウゼンバイホムベルク、リュッツェルビヒ、 メルスハウゼン、ベルフェローデが、ホムベルクに合併し、同年10月1日に、ベルンスビヒがこれに続いた。さらに12月31日にアルムーツハウゼン、ベルゲ、カスドルフ、ホムベルクスハウゼン、ヒュルザ、レムバッハ、マールドルフ、ミュールハウゼン、デルベハウゼン、ローデマン、ロッパースハイン、ゾントハイム、シュタインドルフ、バスムーツハウゼンが合併した。の行政中心は、 ホムベルクに置かれた。ホムベルクは、ヘッセン中林元砲白によって創設され、1231年に最初の文献上の記録が残されている。これに基づき、1231年がこの町の創設の都市とされている。地名は、ホムベルクの高台に位置するホーエンブルク城に由来する。隣接するフリッツラーを拠点とするマインツ大司教に対して、 宝箱の支配権を防衛し、強固にするために、コンラート博とその後継者たちはこの町を保護した。エフツェ川沿いの草地は、昔から、ランゲヘッセンとクルツェヘッセンの2本の交易路が、交差する、戦略上重要な防衛拠点であった。1231年にはすでに城の麓に、現在の旧市街を含む、オーバーシュタットとウンターシュタットにあたる、 フライハイトからなる二重都市が形成されていた。1296年には、ゲズンゲン近郊のエッペンベルク修道院のプレモントレ会助士修道士がホムベルク修道院を設立した。1356年から1536年まで、この町は固有の市長、行政府、教会を有していた。市民は、厚さ2メートル、高さはところによって8から10メートルの、地元で算する。 玄武岩製の紙壁でこの新しい町を取り囲んだ。十五本の塔が町の守りを固めていた。オーバーシュタットには三つ、ウンターシュタットには一つの指紋が設けられていた。二つの町は現在も残るノイエモンで互いに直接結ばれていた。1346年から1349年までホムベルクではペストが猛威を振るった。 1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたホムベルク・ホムベルクは商業、手工業都市として繁栄したが、羊毛の取引や加工業が網白領内最大の羊毛取引都市への発展の礎であった。1345年の靴職人と革なめ思考の、1404年の樽作り職人と車大工の、さらに1428年のリンメル織職人の、 ツンフト規約文書がホムベルクにおけるツンフトの重要性を証明している。その豊かさは1340年に行われたセマリエンシ教会建設のための提組式にも表されている。1318年と1356年にこの町は火災により海人に返した。1372年にはフライハイトの町が消失した。 両方内各地から参集するのに、都合の良い地にあることから、1508年、1509年、1514年、1518年の両方議会はホムベルクの市協会で開催された。ヘッセンホーハク・フィリップ一世が招集し、1526年10月20日から22日まで開催されたホムベルク協会会議が、この町の歴史の絶頂期であった。 この町の添え名である、ヘッセンの宗教改革都市は、ヘッセン法白領内の宗教改革を決定した、この歴史的会議に由来する。1572年に再びホムベルクで、両方会議が開催された。この町は、その後何度も喝采にあった。30年戦争では、1638年と1640年に、ホムベルクの城と町は、 わずかな家屋を残すだけになるまで徹底的に破壊された。城は廃墟となった。1738年から1831年までホムベルクはバレンシュタイン女子修道院の所領であった。1807年にフランスの主権下にホムベルクオモーリーが設けられた。1809年、ビルヘルム・デルンベルクの指導下で ジェローム・ボナパルトに対する抵抗運動がホムベルクで起こった。1814年にはアムト・ホムベルクが設けられ、このアムトから1821年にホムベルク軍及びホムベルク法務局が成立した。ヘッセン・カッセル戦抵抗領の併合後、1867年にホムベルクは軍行政と区裁判所の所在地となった。1932年に ホムベルク軍とフリッツラー軍とが合併して、フリッツラー・ホームベルク軍が成立し、ホムベルクは、軍庁所在地の地位を創出した。1974年のヘッセン州の地域、行政改革に伴って、ホムベルクは新たに設けられたシュバルムエーダー軍の、軍庁所在地となった。2006年に、ホムベルクは、都市圏、獲得775年祭を祝った。2年後に、周祭、 ヘッセンの日がホムベルクで開催された。このドイツ最大の州祭には約81万人の来客があった。しかし、ヘッセンの日はこの町に約300万ユーロの赤字をもたらした。ホーエンブルク城市ホムベルクはフリッツラーからホムベルクを経由してヘルスフェルトに至る街道とランゲヘッセンの2つの重要な歴史的交易路が交差する重要な地点に位置している。 エフツェ川下半に位置する円錐形の玄武岩の山であるシュロスベルクはその位置により戦略的に重要な地点であった。かつての方園武力場はおそらく1190年より以前にホーエンベルク家の一員によって建設されたと考えられている。1162年にレントウィッチで方園マークとして最初の記録が残る方園ベルク家は1427年に ジモンフォン・ホーエンベルクの死によって断絶した。1190年頃には、宝白の城として記録されている。この城は、宝白の行政府の所在地であった。この城は、町と一体となっていた。1508年に、ヘッセン宝白の弟である、ケルン大司教ヘルマン四世がこの城を獲得し、豪華な城に改築した。その経緯を記した銅板が城の発掘作業により、 発見され、ホムベルク史実郷土博物館に展示されている。この銅板は、優れた、長金術で加工されており、大司教と砲白の紋章で飾られている。モーリッツ砲白は1605年から1613年までに2万5000グルデンを費やして、木内の井戸を掘らせた。この井戸は深さが150メートルあり、ドイツで最も深い井戸の一つである。 当時のグルデン金貨の純金顔料から換算すると合計6キログラムを超える出費であった。30年戦争中、ヘッセンカッセル網白は1631年まで中立の立場を守った。この戦争は1634年からはヘッセンにも及んだ。1636年7月16日、ホムベルク氏は皇帝軍に占領された。しかし、 一万三千人の兵力を用いたゲッツ将軍による城の包囲戦は成功しなかった。1636年8月3日に再び包囲され、水不足から城都市は降伏した。城はわずかに残った建物まで焼き払われた。ラーベンハウプトは1648年1月28日から30日まで、 城を包囲し、これを、ヘッセンカッセル砲白側に脱会することに成功した。1648年2月9日に、再び降伏した。ひどく損傷した城は、時代とともに崩壊していった。その一部は、やはりひどく損傷した町の再建のための、石切り場として利用され、現在も町の様々な箇所で、かつての城の石材が転用されているのを見ることが、できる。 他の多くのドイツの都市と同様、ホムベルクは、ホーエンシュタウフェン朝時代の都市計画に上に、築かれている。一見しただけではわからないものの、様々な箇所でこの時代に、特徴的な都市計画の後を見ることができる。ホムベルクは、1231年に、最初の記録が残るワルトシタットと、フライハイトからなる二重都市であった。フライハイトは、 1356年に建設され、1536年にアルトシュタットに合併するまで独立した都市であった。アルトシュタット自体は3つの区画からなる。都市図を見ると3つの街道がかつてのシモンベストハイマー門、オーバー等はホルツホイザー門を通って市内に通じていることがわかる。町の中心地でこれらの街道の交わる点がマルクと広場である。 この広場に面して聖マリエン教会がそびえている。ここはかつて市の墓地によって囲まれていた。街の中に規則的な計画性は見られない。しかし、注意深く観察すると、他の中世都市と共通のものが、この街には参見される。中世の都市計画者は、市街地の道路を入念に曲げ、すべての通りの交差点をずらしている。特に、 ウンター合戦のように湾曲した通りには美的な魅力がある。通りを湾曲させることで視界を制限し、通りの橋は向こう側に建物が見える定時路としている。ウンター合戦の場合、炎天合戦とウンター合戦との角に立つ旧ブルワリーがこれに当たる。ウンター合戦のオリジナルの景観は街の改修の際に失われた。現在では、 家屋の配置や街の概要でそれと分かるだけである。同様の効果は都市計画者が速度をずらし、非直線的にメインストリートに接続させたことによっても得られている。こうした巧みな計画により通りの見通しは悪くなる。街の見通しを回避する別の方法は個別の家屋や通りの一部を通りの軸からずらすことによっても得られる。こうした都市計画の仕掛けは オベーレベストハイマー通り付近で極めて明瞭に見ることができる。運転レベストハイマー通りにも同様の設計がなされていたが時代とともに姿を消した。ホームベルクの視聴者ホームベルクの市議会は37議席からなる。2014年6月15日の選挙で無所属のニコリッツは63.3%の票を獲得して対立候補のマルクスをピッツを破った。 この時の投票率は49.6%であった。ホームベルクは以下の都市と姉妹都市協定を締結している。また、フレンヌと2008年6月から友好都市協定を締結している。ホームベルクの旧市街ホームベルクは数多くの歴史的建造物が現在まで保存された中世風の中核宿を有する数少ない都市の一つである。 1655年のヘッセンチ市に収められたマテウス、メイリアンの同伴が、アンシッシュとフォン・ホーンベグ、エフスは、当時の街の姿を描いている。ここに描かれた建物の多くが、現在も残されている。市壁の外側に人が住み始めるのは19世紀末になってからである。2004年から2007年まで、旧市街は大規模な改修が行われた。 マルクト広場は歩行者専用区域となった。ホームベルクをドイツメルヘン街道が通っている。セマリエン教会マルクト広場から見た、セマリエン教会とキルヒ宝不倫で、その下の石壁に開けた穴に入居している店舗が、シルンマルクト広場を囲む木組建築群。右から2軒目の角の建物が、レーヴェンハウス級教員養成所。 ホーレバッハミューレベストハイマー通りの修復された泉と貯水槽ホムベルクのスポーツ面での看板はホムベルガー TS 卓球部門の第一女子チームである。このクラブはドイツの卓球クラブの中でも安定的に大規模なクラブの一つである。卓球ブンデスリーガ女子2部に交代した後2009、10年シーズンはオーバーリーガーでプレーした。 このクラブが優勝した最も大きな大会は2006年3月31日に決勝が行われたヨーロッパエッツカップである。この時の選手はワンリングタンモネファルディにゼンキー・バーテル、アン・エヌベーで決勝の相手はサンバイト・ベルリンであった。ゼンキー・バーテルは2006年に民ン,ンで開催された第74回ドイツチャンピオン大会で優勝した。 さらにジュニアチャンピオンであったパトリック・バウムと組んだ混合ダブルスでも勝利した。女子ダブルスではデズレイ・チャイカウフスキーと組んで3位を獲得した。ホムベルクは広域遊歩道ヘッセンベク2号線の一部であるレーベンベク、ヤーコプスベクの一部であるランゲヘッセンに面しており、バートヘルスフェルトに至るヘイエン・ワンダーベクの出発点でもある。ホムベルクにはユスックのセンターをはじめ、 いくつかの流通企業が拠点を置いている。CTL ロジスティックスロイター・シュッペディツイオン、あるいは STAR ロジスティックといった運送会社が産業地区に参入している。エーリング社はやはり産業地区で子供用家具を製作している。オク社は特殊電気モーターのメーカーである。ヘッシュッシュ、ニーダーサ・シュッシュ・アルゲマイネはホムベルクで観光されている地方面を持つ。 唯一の日刊誌である。広報誌、ホーンベグ・オクッチエルは、週刊で、ホムベルクの前後に配布されている。ホムベルクは、バート・シュバルバッフ派、ノルト・ホルン、キュンチェルザウ、ジンメルン、フンスリュックと共に、ドイツでご都市だけの定期的な鉄道の運行が、なされていない群長所在地の一つである。可能年鉄道の一部であった、ライイコール・トライザ線がホムベルクを通っていた。 トライザ・ホムベルク間の鉄道施設は残っているが、旅客営業は1981年に、貨物営業は2002年に廃止された。ホムベルクは北ヘッセン交通連盟に加盟している。この町は連邦道 B254 号線沿いに位置しており、この道路から連邦道 B323 号線が分岐する。校舎はホムベルクと 隣町のクニュルバルトに位置するアウトバーン A7 号線のホムベルクインターチェンジとを結んでいる。ありがとうございます。